今日は長時間にわたりご参加いただき、またご清聴くださいまして本当にありがとうございました。教育学研究科はとても小さな研究科でして、教大の中では本当に小さな研究科なんですけれども、中の教員はもう、数も少ないけれども本当にさまざまな専門の人が集まっております。ですので今日もコラボレーションセンターというのは、特化したどっかの分野の先生たちではなくて、すべての領域の先生が関わる非常に面白い、組織なんです。で、今日の発表もバラバラっとしたいろんなところからの、視点があったと思いますが、最後にコメントもいただきましたように、でもどこかみんなで何か共通する、つながるところがあって、そこを支えにやってまいりました。で、大学ではよく会議がございますので、いろんな会議でみんな集まるんですけれども、お金のことを決めたり、もう時には喧嘩をしたりというか、そういうことばかりで、本当その先生がどんな専門なのかなんか何にも知らないということが今までよくあったんですけれども、このコラボの会議はみんなで今日のような議論をする会議でして、とても私は楽しく、本当にいろんなことを考えさせられました。それと本当に答えがない状態でも頑張ろうということがあったのと、きれいごとに済まさない、本当に現場ではそれはきれいごとではございませんので、みんながこうのたうち回って頑張るみたいなところに絶対に離れないでおこうというのも、なんか共通してやってこれたことが私にとっては財産でした。で、なんか終わるみたいですけど一応一区切りになっていて、本当にね、ところがですね、こんなこと言っておりますけれども、もう予算が全くつかないんですで、一区切りというふうに言ってますのも、今度の4月からもちろん新しいトライアルもしてるんですが、つくかどうか分からずみたいな感じで、でも今日の進歩を糧にですね、やはり続けていきたいなという気持ちが私としては、潜在的じゃなくて顕在的にも続けていけたらなというふうに思います。で、今、世の中は多分これから AI の時代に入っていくだろうというふうに私たちは考えておりまして、今回答えが出ないことに申しておりましたけれども、あるいはもう外側から来るもう切実なエビデンスを出せとかですね、そういうことをどう考えるかということにこれからは取り組んでいきたい。だから私たちが今日申し上げましたような動的な秩序というだけではなくてですね、もう今私たちが直面しているような、新しい世の中の動きに対してまた考えていきたいと思いますので、今後またこういったシンポジウムが、あることを願いたいと思いますが、その時にはまたお集まりいただき、私たちが今何を考えているかを聞いていただけるととても嬉しく思います。で、最後になりましたが、私たちがこうして活動を続けてまいりましたのも、本当に、現場の方たちのおかげです。もう動線簿もそうです。私も動線簿の始まった当時にお邪魔して、泊まらせていただきて、お野菜が美味しいし、お茶は美味しいし、もう素晴らしいとこなんですね。で、そういった温かく迎えていただいて、なんか大学と地域の連携というのは、大学が何か教えに行くみたいな発想を持つ方多いんですけれども、私は全く逆だと思います。本当に学ぶことがとても多く、今まで支えてくださったことに心より感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。それで今日はですね、本当はもっともっとご意見伺いたかったところなんですけれども、いつもいつもシンポジウムというのはもうこれで議論が竹縄でというふうになってしまいますので、あえてもうご質問などは聞かずに終えました。もしよろしければアンケートをお渡ししていると思いますので、そこに何かをまた書いていただけましたら、それを参考に私どもがこれからの、運営というか指針にさせていただければというふうに思っております。本当に長時間ありがとうございました。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。